皆さんそろそろお家で過ごすのも飽きてきた頃だと思います。僕もですね、予定していたキャンプが3つぐらいキャンセルになってしまったので、今ちょっとキャンプロスの状態です。なので、家でもキャンプができないかと思いまして、そんな時ですね、ちょっと僕の知人の文字キャンプさんから家でも使えるコンパクトなテントをお借りできたので、そちらで実際に家でキャンプをしてみました。今回はさらに特別感を出したかったので、僕の知人の手塩さんっていうソーセージ屋さんですね、僕の高校の友人なんですけれども、こちらのソーセージをですね、何種類か購入させていただいてキャンプを楽しんでみました。そちらの動画を制作しましたので、実際にご覧ください。ではどうぞ。There to see.